ファマールの戦いは、フランス革命戦争のフランドル戦役中の1793年5月28日、フリードリヒヨシアス・フォン、ザクセン・コーブルクイコールザールフェルト率いるオーストリア、ハノーファー、イギリスの同盟軍が、フランソワ・ジョセフ・ドルオド・ラマルシェ率いるフランスの北方軍に勝利した戦闘。戦闘は、フランス北部のファマール、 バランシェンヌから5キロメートル南のところで行われた。1793年5月、数回の敗北により、ネーデルラントにおけるフランス革命軍は絶望的な情勢だった。指揮官のオーギュスト・マリアン・リピコード・ダンピエールが死亡した後は疲れ切っていた上に、意気承して統率も乱れていた。さらに、拡大隊からバンデ戦争への派遣軍が出されていた。 新しく徴兵された兵士30万人の内ネーデルラントに派遣された者も,も多かったが、その多くが戦争に適さないか、初めから脱走していた。新しく任命された暫定指揮官のラマルシェはこの時点では、ファマールでの陣地とバランシエンヌの要塞に撤退するしかないと思い知った。コーブルク港を率いる同盟軍は、バランシエンヌを包囲すべく動き出したが、まずは、 フランス軍の妨害を防ぐべくラマルシェをファマールから追い出そうとした。コーブルク港の軍勢には直前に26歳のヨークオールバニコーフレデリック率いるイギリス派のオファー連合軍が加勢しており、この連合軍が攻撃の先方を務めると決定された。イギリス軍の大半にとってこの戦闘はフランス革命軍との最初の戦闘であり意外な決定であった。 ファマールの軍営は山の尾根の上バランシエンヌから3マイル南のところに位置しており、その東はロンネル川でその橋と浅瀬が破壊されている。オーストリア軍のカール・マック・ホン・ライベリヒは本体となる2個渋滞で軍営の東側への直接攻撃を仕掛け、より小規模な2部隊で両翼を攻撃して援護するという計画を立てた。 スヘルデ側の対岸にいたフランソワセバスチャン・シャルル・ジョゼフ、ドクロワは同時にアンザンさんの軍営を攻撃するとした。戦闘の地図本体の第一重隊は、ヨーク港を率いる、不評16個大隊と、騎兵18個大隊で、5月8日のレムの戦いで、戦っていた、ジェラードレイク率いるこの F 評連隊も含まれていた。マックが、ヨーク港に出した命令はアルトレ近くの仮境で、 ロンネル川を渡って軍営の右翼を攻撃するというものだった。つまりフランス軍営に攻撃するまで抵抗を受けることは想定しなかった。本隊の第二重隊はオーストリアの砲兵大将ジョセフ・ド・フェラーリ率いる不評十二個大隊と騎兵十二個大隊でラルフ・アバークロンビー率いるイギリスの第十四不評連隊と第五十三不評連隊で構成された部隊も 含まれた。第二渋滞は、ソルタンの村からロンネルガート岸にあった、防御陣地を攻撃するとされた。陸軍原水中場のニコラウス・コロレド・メルスは、第一小渋滞を率いて、バランシエンヌの北東側を脅かし、ルドルフ・リッター・フォー・オットは、第二小渋滞を率いてルケスノワを脅かした。午前2時のすぐ後、ヨーク港の渋滞は、 アルトレから2枚ルーろの集合場所から出発したが、ノームで行軍が遅れ、ロンネル側に到着したのは午前7時のことだった。ヨーク港には、マック自身、そして、コーブルク港の参謀長、フリードリ・ヒビルヘルム2ド遠エ駅ルヒベルクが、同伴しており、ホーエン遠道へは、無経験のヨーク港が先走りしすぎないよう、コーブルク港に派遣されて同伴したのであった。霧が晴れるとともに、 目指していた、カテ店に、フランス軍の不評と砲兵が林立していることが明らかになり、フランス軍はすぐに発砲してきた。開戦直後に、マックが負傷したため、戦闘未経験者のヨークコーが自分で行動を決めなければならなかった。彼の決定は回れ右して、渋滞を2マイル南東のマレシェに向かって前進させ、オーストリアの大砲数門と、すでに戦闘に入った部隊で、 フランス軍の注目をそらした。マレシェの浅瀬を抵抗に合わずに渡った、ヨーク港の景気兵は低くネを登り、アルトレの南へ進んで、その先のケレナンから、フランス軍の側面を攻撃しようとした。しかし、マレシェで遅延や混雑があったため、ヨーク港の軍勢がマレシェを出るのは午後3時のことであり、フランス軍は方向転換して脅威に対処することができた。ヨーク港が、 やや迂回して、ゲレナンに到着したのは午後5時と遅かった。しかし、イギリス機兵は、フランス軍の南側にあった、守備されていない砦の背後に移動、峡谷から砦に入って、守備軍を圧倒した。フランス機兵は砦を奪回しようとしたが失敗した。一方、北の方にいたフェラーリの渋滞は、川の東岸の尾根にあった長い陣地を強襲。 フランス軍をロンネル側の西岸に押し返した。フランス騎兵の数個大隊が、フェラーリの軍勢の側面を脅かした場面もあったが、ハノーファーの衛兵に、騎兵突撃を仕掛けられ、苦戦した後敗走した。ヨーク港はここでようやく、フランス軍への攻撃の準備を整えたが、慎重な方援動へは兵士たちが疲れているとして、反対、ヨーク港は、 教習を翌朝まで延期することを余儀なくされた。フランス軍は北側で持ちこたえたが、ラマルシェは、自軍が切断される危険性に気づいた。そのため、彼はフェランにバランシェンヌの守備を任せて、自軍を、ブシャン、シーザーズキャンプ、パイアンクールに撤退させた。翌朝に、ヨーク港が攻撃を仕掛けるとき、コロレドの渋滞が、 北から一番乗りで軍営に入ったが、フランス軍はすでに撤退した後だった。クロワは安山山で抵抗にあったが、結果的には攻撃に成功した。戦闘に参加したフランス軍2万7千人のうち3千人が死傷、300人が捕虜になった。同盟軍は他にも大砲17門、弾薬の詰まった台車14台、軍機3本を露獲した。 同盟軍の損害は5万3000人のうち1100人だった。マックも負傷していた。ハノーファー軍の損害は、戦死22、負傷61だった。ファマールの脅威が去り、ホーブルク港は、バランシェンヌ包囲戦を開始、ヨーク港が、フェラーリの支援で包囲を指揮した。5月27日には、ラマルシェが更迭され、代わりに、アダム・フィリップ・ドキスティーヌが指揮を取った。 戦闘中、イギリス軍の西オークシャー連隊はサイラに合わせてフランス軍を攻撃した。後日、連隊は栄誉としてサイラが連隊の速報行進局に選ばれた。オーストリア軍はラマルシェを取り逃がした責任がヨーク港にあると考えたが、アルフレッドバーンなどのイギリスの歴史家はそうとは考えず、頭の固い指揮官はあらかじめ運命づけられたという理由だけで、 困難の海に潜る。しかし、適応性は戦争における正当な原則であり、将軍にとっては極めて重要な美徳である。よって、よくこう与えられた計画を捨てて、別の計画で代替することを責められるのではなく、讃えられるべきである。とした。ありがとうございます。